皆さん、パンチかキックだったらどっちが好きですか？キックです。キックですか？キックです。あ、キックです。キックです。違います。皆さん、船で移動するかフライト、どっちが好きですか？フライトです。フライト、フライトですね。フライトです。フライトです。続いて今日はキックフライトというゲームやっていきたいと思います。来ましたよ皆さん、キックフライト。はい、すごいゲームなんですよ。はい、あ、自己紹介しましょう。はい、こんにちは、はじめ社長と、ハロー YouTube、どうもヒカキンと、ヨセキンと、はい、どうも水溜りボンドのトミーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらのアクロバティックな4人で、はい、ゲームやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。キックフライト、どういうゲームかと言いますと、はい、360度、はい、自由自在に動けるアクションゲームでございます。フライトするわけですね。フライトしますよ、もうキックしてフライトしますよ。キックしてフライト。でスマホゲームでそんな360度自由に動けるのってなかなかないと思うんですよ。すごいクオリティ高いんで、はい、それを4人で遊んでいきましょう。ですね。はい、行きましょう。ちょっとチュートリアル的なのも含めて、はい、一回僕やってみますね。うん、ソロでね。はい、実はスクランブルっていうルールでやるんですけども、うんうん、これ簡単に言うとですね、クリスタルを、はい、うん、たくさん集めれば勝ちです。なるほど、ね、そんだけです。もうトミーでもできます。トミーでもできる。それはすごい。それがすごいですからね。それは一番伝えるべき。まあ、でもめちゃめちゃ簡単ってわけじゃないんだよね。そうなんですよ。ちょっと難しい。アクション性が結構ありまして、はい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 、上手い人はすごいアクロバティックな動きとかできるみたいです。なるほど。ルール自体は簡単だけどってことですね。そうです。操作が結構難しかったりすると。うん、はい、行きました。行きました。すごい。見ても画面の綺麗さ。めっちゃ綺麗。すごいな。さあ、これが私のチームです。かわいい。はい、あ、ほら、初めて来た。本当だ。そう、キャラクターが可愛いんですよ、すごく。綺麗なのし。あ、トミーが。トミーがいるじゃん。もうあれ、あれトミーですね、もう。あれ、絶対俺あれ使おう。お、ほら、もう僕だけ出遅れた。すごい。空飛べるんですよ、こうやって。すごい。お、クリスタル。あ、これがクリスタルですね。集めます、頑張って。これ1個、2個。あ、なるほど、なるほど。もうタップすると、とりあえず、こうやって。おぉ。もう4個持ってるってことだね、これ。はい、5個。で、ほら、敵がいますね。なるほど。まずは、お前。お前だ！ほら待って。攻撃もできる。はい、ロックオンしたらもう自動で攻撃してくれるんで。本当だ。本当だ。切ってる切ってる。待て待て。待て待て。攻めてんな。すげえ。すごい。おお、倒した。はいはいはい。待って、やばい、これ相手の陣地だ、やばい、ちょっと。これは相手の陣地。これ本当だ。はいはい。でですね、青い球体みたいなやつがあるんですけども、はい、これがガーディアンと言いまして。ガーディアン。はい。僕今6個クリスタル持ってるんですけど。今やられると6個消失してしまうわけですよ。なるほど。なんでこのガーディアン、僕の自分の陣地ね。誰かいる、やばい、誰かいますね。トミー、トミーがいますね。トミーめっちゃ攻撃してるやん。これ偽トミーですね。そうですね。はい、こう倒して、でここでクリスタルを預けられます。なるほど。はいはいはい。そしたら倒されても大丈夫。そうです、そうです。そしたらもう僕が倒されても大丈夫なんで、はい、再び行ってきますというわけで。ただこのトミーがガーディアンを倒しちゃうとやばいってことだね。そうなんです。なるほど。見て、このほらフリックスとこうやって、ちょっと今同点じゃね、上の。あー、ちょっといい勝負ですね。ちょっと14対13ですね。めっちゃいい勝負。あ、上のがクリスタルの数と保有してる。そして相手のとこ、ここで、あー、危険、やばい、危険だ。ここで見てください、これディスクという、はい、必殺技を今、はい、下に並んでるやつ、一回逃げます。使えず、あガーディアンの攻撃でやられます。本当だ、ガーディアンも攻撃してくるんですね。近づきすぎるとやられちゃいます。ガーディアン攻撃してくるんだ。いや、でもこれチームプレイだね、やっぱり。そうですね、4人ずつでやるわけだよね。そうだよね。そうです、4対4で戦ってます。1人でガーディアン行くの怖いじゃん。みんなで行けば、ね、その倒せる可能性も高くなると思います。はい、戦いますね。必殺、必殺技見せてあげます。あ、たまった。よし、どれ、どれだ。あ、出て出て出て、おお、すごい、すごい、主人公感がすごい。主人公感あります。ただ、お、逃げられました。なんか、当たってないな。逃げられちゃった。だから、すごい派手だね、この技は。そうですね、この下の5個あると思うんですけども、うん、これディスクといって、技がはいはいそれぞれ使えるわけです。なるほど、使える。お、今、頑張って、とりあえず相手のとこだよ、これ。お、飛ばしますよ。めっちゃ攻めてんの、すごいね。お、なんかいけそうじゃない、人いないよ。壊れた、壊れてないな。壊れたことですか。もうちょっと誰か上から攻撃してきてる。やばいやばい、あと17秒。これ壊したら相手ゼロ。壊したら、そうですね。なるほど、ガーディアン壊したら預けた分全部ゼロになる。まあ保有して飛んでる分は。やばい、まだやる。ガーディアン、いや、ガーディアンが強いんですよ。ガーディアン強いですね。そりゃそうですよね。あ、2、1、くっそ、どうだこれは。あー、なるほど。ギリギリ勝った気がするんですけどね。
はじめちゃん青チーム。青チームです。ギリギリだ。ギリギリ勝ってる。すごい。めっちゃギリギリいう感じでございますよ。おお、一番活躍してんじゃん。すごい活躍してるね。活躍した順に並ぶんですね、ここも。僕そんな活躍してたっけ。いやだね。いやなんかね、右のやつが数値が高いよね、結構。攻撃いっぱいしたから、そうです。向こうに失わせた。そうかな。多分7個取って、1人ダウンさせて、はいはい。9個を失わせたみたいな。多分そんな感じだと思います。倒したんですね。っていう感じになっております。なるほど、わかりました。結構意外とルール自体は直感的に、うん、シンプルですね。落ちてるクリスタルを集めて、はい、クリスタル持ってる敵を攻撃して、なるほど。そういうことですね。持ちすぎると怖いんで、自分の陣地、ガーディアンのところに持ち帰ると。お使いみたいな感じですね。そんな感じです。というわけで、早速4人で遊んでいくわけなんですけれども、はい。はい、キャラクター、キッカーって言うんですけども、はい、なんといってもすごい魅力的な子が多いんですよ。ちょっとみんなで見ていきましょう。はい。で、どれ使うかももう決めちゃいましょう。決めよう。わかりました。よし。この子がすごい主人公っぽいんですよね。主人公っぽいね。これはじめさんいいですよね。で、この3つステータスがあって、本当だ。剣みたいなのが多分攻撃。攻撃。で、ハートが体力。体力ですね。うん、で、一番下が素早さだと思うんですよ。ツバメ君はちょっと早めのキャラっぽいです、うん、バランスいいですね、うん、なんかマークがもうねスピードっぽいマークだもんね。そうなんです、うん、そして見てください、この服装。おお、あ、変えられるんだ。ちょっとオシャレじゃないですか。ちょっとこうストリートな感じでいいし。そうなんですよ、この辺とかね。スニーカーもめちゃくちゃかっこいいんですよ。靴かっこいいんですよ。靴かっこいいね。ほんとだ、ルリハちゃんですよ。あ、かわいい子も。ルリハちゃん、かわいい。いやー、これも髪の毛の色がいいね、これね、はい、ピンクっぽい服装とかも。うわぁ、どうしよう。かわいいんですよ。ココちゃんですね、これ。お気に入りじゃないですか。まさかそんな。すごい、全然違うじゃん、服装。リアクション違ったじゃないですか、もう。ココちゃんね。強そう。おい、なんか飛んでんぞ。ほんとだ。ほんとだ。上に飛んでますね。ちょっと側近みたいのがいるよ。猫ちゃん。あ、僕これにしまーす。あ、親分、ピトフィーにします。ピトフィー。すごいの持ってるけど。お、あ、いろいろ。ロケットランチャー持ってる。コスチュームもいろいろ。あ、これ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 。あ、これいいですね。これ、これがいいです。はい。あ、ピトフィーで。これ、ヒカキンでお願いします。すごい。めちゃくちゃ攻撃高いっすよ。あ、そうだ。すごい。上がめっちゃ振り切ってますね。じゃあこれ、攻撃うまくできなかったらやばいね。体力がちょっと少ないね。うん、そうだね。万全だ。おぉ！うわぁ！なんか強そうだな。いい声しそうだ。確かに確かに確かにいい声してそう。ワイルドな。わ、かっこいい。かっこいい。これはかっこいい。これこれで全然動けねえんだけどとか言ってた。確かに。でもバランスいいよ。悲しいですね。こんなかっこいいのにみたいな。ああ、これいいじゃん。めちゃくちゃいいですね。これはちょっと変わった性格をしてそうだ。これいいですね。うわー、あー、千金さんがグレたらこうなります。こうなりますね。千金さんグレたら、僕ピンクになってる髪の毛。あー、ゆりえんちゃん、かわいい。かわいい。パンダが。パンダの靴。あ、靴パンダなんですね。かわいい。お、パンダ黄色くなっちゃってるよ、これ。これ。どっかにパンダが入ってる。あー、いいね。とぼー。おー、とぼー。すごい。ディアトリウスやばいんだよ。ディアトリウス絶対違う惑星から来てるんだ。スピード以外めちゃくちゃ高いですね。本当だ本当だ。強いなこれは。おお、服着るバージョンもあるんですね。あ、すごい、これすごいな。これ上羅ですからね。腹筋の割れ方がすごい。そうですね。そうだね、これにしといたらいいんじゃない。すてきだ。俺これいいよ、じゃあ。いいじゃん。これいきます。よし、よし。マッチョだなぁ。コスチュームどうします？コスチュームやっぱり腹筋出てた方がいいんだよ。これだね。これで。これがいい、これがいいから。今年の末、はじめさんこうなってるから。そうですね。そうですね。うわぁ、もうこれトミーじゃん、もう。これ僕なんですよね。これは僕ですね、完全に。ここまで太くはないけどね。めちゃくちゃ僕の雰囲気があるんですよね。あるあるある。顔が似てる。あ、これですね。これ僕じゃないですか。これ僕じゃないですか、もう。これにします。これにします。はい。確かに、こんくらい、ね、じゃらじゃらしてる。じゃらじゃらしてる。ハイブランド系だね。これ僕だなぁ。めちゃくちゃスタミナタイプなんですね。ほんとだ。いや、この感じ。体力すごいな。この感じ、スタミナタイプなんですか、僕。じゃあ、トミーはこれで粘り強く戦ってください。そうです。ありがとうございます。という感じで、皆さん、キャラどうですか？バッチリ。いや、もうバッチリです。チーム分けしましょう。お、よっ、4対4なんで、ちょっと2対2、はい、プラス他の誰か2人か2人みたいな感じの4対4でやりましょう、まず、はい、いいよ、一回これでもやってみます、これやってみる、はい、なるほど、真ん中でシンプルね、はい、この兄弟強いよー、強いよー、はじめさん、やばい、
るかもしれない。大丈夫、トミー。俺がなんとかしよう。すいません。すいません。ヒカキンさん、セイキンさんチームが、はい、赤チームにしましょうか。赤チーム。赤チームです。はい。で、トミーはじめチームが青チームで。はい。はい。あ、じゃあこれ押せばいいんだね。はい。赤チーム。青チーム参加。うぇー。来た来た来た。うおー。なるほど。じゃあ我々青チームは、フライト、あ、始まります。あー、行くぞ。行くぞ。クリスタルをね。はい。お、はいはい、それ赤チームだとクリスタルも赤い。あ、そうなんすね。わかりやすい。うん、よし、頑張るぞ、トミー。頑張るぞ。頑張りましょう。うわぁ、兄ちゃんがごついです。でかすぎる。すごい、正規さんでかい。正規さんが一番強そう。こっちなんか人間っぽいのが。トミー、行くぞ。やべ、行きましょう。みんな宇宙。行こう、行こう、行こう。とりあえずまあ、すごいな、これ。どんどんダッシュして。そうだね、集めてダッシュができるのね。そうだね、ペアーンダッシュできる。お、あ、トミー発見。1個取れた。ほらほらほら、クリスタル取れた。なんかなんか後ろから撃墜されてる気がするか。ガンガン行こう。操作がやばい、俺が確かに頑張れ。ね、なんか誰がいる、誰だ。やばいぞやばいぞ、セイキンさん発見。ちょっと遅いんだよこれ。この人遅い。ジャスト。やばいやばい、初めて来てる。やばい、逃げる逃げる逃げる。ブースト、ブースト、助けてー。あー、助けてうちの兄貴を一番前で。僕一回ガーディアンになります。兄ちゃん、やめてくれ。僕はガーディアンになります。もう待って、相手のガーディアンの手前いる。なんだなんだ、何が起きてるか分かんない。やばいやばいやばい、トミーどこにいるんだ。逆転されたってことですね。僕今散歩してます。おーやばい。はいはいはい、トミーとりあえずクリスタル詰めたらガーディアンのところで。ガーディアンに行きました。あ、トミーいた。僕は今、ただいまただいま、僕今ガーディアンにあのクリスタル預けました。俺もだ。よし、ここは仲良く預けよう。いやでもまだ行くぞ。勝ってるよ。行きましょう。勝ってるよ、まだ。これガーディアンコースに行かん、相手の。行きましょう。いや、来るよ、来るよ、来るぞ。嘘嘘、逆転された。やばい。でも取り行かないとあれでしょ。そうだね、取り行かないと勝てない。なんかしびれ、しびれ、しびれって、ま、やばい。トミー発見。トミー発見。やばい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 。逃げよ、逃げよ。トミー、すぐ逃げよ。やばいやばいやばい、もうちょいもうちょい。トミーやばいやばい、トミーがやばい、トミーがやばい、トミー全然やばい。トミーやばいな。惜しい。今ガーディアンがピンチ、ガーディアンピンチ。ガーディアン、よし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 、俺らのガーディアンがピンチ。俺復活してくるんすね。あ、やばい、セイキンさんがいる。やばい、逃げて。はじめのロック、はじめのロック。リカちゃんの猫が火を吹く。逃げて。どこ。あー、やばいんだ。よしよし、やばいやばいやばい。うまくうまく預けよう。めちゃくちゃ預けてる、トミー。めちゃくちゃ今1点差で負けてます。青チームなのに預けました。僕よしよし、僕1個なのに預けました。そうそうそう、クリスタル取って。ガーディアンがピンチですよ。トミー、トミー、ガーディアンコースに行こう。相手の、いやでもこっちピンチですよ今。いやでもやばい、このままだと勝てないから。相手の、ほら相手のどこにあるんですか。あー、逃げろ逃げろ逃げろ。ガーディアンがピンチ、俺ら。やばい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 、ちょっと待って。ガーディアンがピンチってこと。あー、やばい。あー、ガーディアン、いや持ってたのにな、ちょっと多分。よし、いけるいけるいける、まだ勝ってる。やばいやばい、ガーディアンピンチ。やばいやばい、やばいやばい、税金さんにやられた。いつの間に。よしよし、倒したぞ。なんで強いよ。よけるぞ。俺が宇宙の力だ。いい勝負いい勝負。よしね、なかなかまだまだ技術が同点だ。トミー来てんだ、トミー。あー、失敗ました。逃げろ、あ、逃げろ逃げろ逃げろ。あー、やばい、あともう時間がない。やられた。時間がない。セイキンさん発見。あー、やばい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 。宇宙の力を。あー、ガーディアンピンチ。あー、負けてるぞ。やばいやばい。負けてるぞ。もうやばい。セイキンさん、やばいやばい。あー、危な。え、どうだ。それはどうだった。接戦だったけど。あかん。やだー。全然活躍できなかった。自信がある。やるね。途中まで勝ってたんだけどね。めちゃくちゃいい勝負でしたね今。これ大逆転とかあるんだねやっぱね。はじめさんと僕が言って今全然ここ全然活躍しないで。ポイント俺全然ダメなんだけど。僕とはじめさん全然活躍しない。ただ一回倒してるよ。倒してるか。僕テイキーさんとヒカキーさんに一回ずつやられましたね。両方僕です多分。そっかそっかそっか。多分最後決死の覚悟でガーディアン壊しに行ったんですよ。それで負けたのかな、こっちがね。ずっとセイキンさんガーディアンのとこ立ってて、こうそう。あ、そうですよね。来た人全員追撃するみたいな。守ってる。でも、あれだもんね、タフなんだもんね。タフだよ、そう。そうですね。確かにです。動き遅いから。だから動き遅い人がガーディアン守るっていうのは一つの手です。あるかもしれない。で、攻撃力高い人がね、守ってるのはいいかもしれない。確かに。上手な人だと、綺麗に混ざった子をかわすんでしょうね、こう。確かに。アクロバティックな動きで。確かに。ちょっと焦っちゃってね、もう。そうなんですよ。もう目の前にさ、トミーとか来るさ。そう。スタッフが全部使い切っちゃう。とりあえずディスク全部使っちゃう。ディスク全部使っちゃいますね。そう、全然当たってないんだよ。ま
我々また初心者ということで、はい、そうですね。次なんですけども、はい、4人で力合わせてやってみませんか、次。いいですね。あ、そうしましょう。それいいよね。それいいね。ちょっと4人対他の知らない人と、とやるってことね。戦いましょう。あ、これやりたいですね、これ。じゃあ次、全員青チームに行きますか。そういうことね、青チーム。はい。はい、役割分担できるね、そしたらね。確かに。そうですね。うん、ほら。お、いやー、いやー、強そうですね、このチーム。いいねー。全員男っぽい感じでね。確かに。おーいおいおいおい、かわいいな。ほんとだ、みんな女の子だ。みんな女性ですね。一切そういうのをね、感情を捨てて、はい、ボコボコにしに行く。やりましょう、もうここ行きましょうよ。では頑張りましょう。頑張りましょう、行きましょう。全員仲間。いいね。おー、おー、おー、全部違うじゃん。なんかちょっと違うとこですね。めちゃめちゃいい、行けてるやん。なんかおしゃれだ。ね、行けてるね。街中っぽい感じが、ストリート感がありますね。ペイントがすごいね。みんなのさあ、かわいいな、かわいいな、花がありですね、猫の方が。行きましょう、ほら猫のダッシュ。あ、ダイエ、あれだね、クリスタルがすごい、見える、ここ。もうトリプル、やばい、トリプル、やばい、待って、やばい、やばい、やばい、行きます。敵強い説ないですか、ちょっと強いよね。わあ、なんか、セイキンと同じとこ飛行しちゃってる。ちなみにね、めっちゃ遅いわ、これ。あ、キャラで見た結果ですか。早いんで、クリスタル回収しまくります。あ、来た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 ぞ。これはね、来たぞ、一人。あー、やめて、やめて、助けて、セキさん助けてよ。セキさんも追われてた。あー、やばい、これ、ちょっと攻撃しましょう。倒しましょう。倒せますか。うん、やばい、ガーディ、あ、やばい、敵のガーディアン来ちゃいました、間違えて。待って、俺もそうなんだ。そうですよね。敵のガーディアンを攻撃してもいいんだよ。そうですね。でもちょっと今僕10個持ってるんで、急いで帰ります。僕帰ります。俺も帰る、俺も帰る。あ、やられた、やばい。誰かいるね。やばい、強いぞ。誰かいるね、誰かいるね。やばい、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 しまったぞ。やばい、エネルギー不足だ。これやばいな。やばい、強いよ、赤チーム。強いね。やばい、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 ちょっと誰か助けてください。私も、やばい、ダウンしそうで、帰ってくれ、帰ってくれ。トミー12個持ってんだよ。トミー今12個持ってんだよ。トミー今12個持ってんの？トミー12個持ってんの？俺のガーディアンどこ？うわ、敵のガーディアンだ。今もうちょっとで自分のガーディアン戻ります。トミーどこ？トミー今戻りました。よしよし。助けようか、助けようか。この12個は大事ですよ。やばい、やばい、後ろから来てる。ここで決めるし。あれ？ロックオン、ロックオン。ほらほら、ガン使って倒して、ガーディアンがピンチ、ガーディアンがピンチだ。ガーディアンがピンチ、やばい、倒した、倒しました。よしよしよし、ガーディアンよ。あ、すごい、めちゃめちゃ出たよ、クリスタル。ほんとだ、ちょっと今回数台入ります。すごい、倒したりすると一気に。え、ガーディアンで止まれないっていう。集めろ集めろ、あと。トミー12個お前。いやいやいや、僕なんかどうやって。え、でもめちゃくちゃ勝ってるっすよ今。めっちゃ勝ってる、ほんとだ。もうガーディアンのとこにいるんだ。あと1分切ってるよ、いけるよ、頑張れ。あ、僕今めちゃくちゃ入れてます。いいよ、めちゃくちゃ強い武器を。よし、オッケーです。全部、全部無事入れました。よしよしよし、缶詰も入れたい。俺も入れたい、結構持ってるんだけど。12個入れました。どこどこどこ。あ、もう9。あ、違う違う、逆だ逆、こっちだ。9個、俺も9個、帰りたい。やべ、トミーが、やばい、トミーが追われてた、攻撃されてます。やばいやばい、助けて。あ、やった、ガーディアン、やった、やった、ガーディアンがやばいらしいっすよ。ガーディアンがやばい、ガーディアンがやばい。あー、俺がなんとか預けろ。必殺、必殺、ほらー。ねえ、この必殺技舐めてると痛いっぱい見るよ。あ、当たってない、全然。いや、でもね、すごいいいよ。いい、やばいっすよ、これ。やばい、めっちゃ勝ってるよ。いいよ、いいよ。私、9個持ってます。早く、よし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 、補給して。めっちゃ勝ってる、めっちゃ勝ってる。めっちゃ強い。やった、全部入れた。やばいやばい、逃げろ逃げろ。これは完璧、これは圧勝じゃないですか。どうだったんだろう。やったすごい、強すぎたね。強すぎましたね。はじめさん16個入れたんですね。たくさん入れた。すげー、やっぱ早いから。もう高速回収、高速回収してすぐ預けに行きました。すごいね。あ、そっかそっか、やっぱじゃあ早い人は集めるのにもあった方がいいんだね。そうですね。シュン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 、20個失わせたんですね。そうか、20個失わせた。すごい、すげー、本当にすごい。そうだね、一人倒したのがすごい持ってたんですかね。そういうことか。なんかその瞬間にめちゃめちゃ出たんだ、一気にね。すごい、なんかみんなでやると盛り上がるゲームですね。確かに、盛り上がる。もっと上手くなりて。そうだ、これ上手くなりたくない、華麗にかわしたいこれ。すごい、いろんな技を使いたくなりますね。はい、というわけでキックフライト遊んでみたんですけれども、皆さんどうでした。
いやー面白かったですね。楽しかったです。あの本当に直感的に動けるので、そうもうね、やれば進みますからね、うん、楽しかったです。めっちゃ上手くなりたいなと思いました。そうだね、ハマりそうですね。もっと上手くなりたいな。ちょっとあの早いキッカー使ってみたいね。そうだね、めっちゃ遅かったんだ。すごい遅いの。変わるタイプでしたもん。でも守れてたからね。うん、そう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 、そう深いゲームだね。いや、うん、結構深いと思いますよ、これ。一人の動きちょっと違うだけでさ、勝敗がもう変わるね。チーム戦ですもんね。チーム戦なんで、ね、みんながいい動きしないとね。簡単そうに見えて、すごい奥深いゲームだったような気がしました。はい、というわけでですね、キックフライトリリースキャンペーンを実施中でございます。よ、はい、詳しい内容は動画の概要欄にありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。というわけでですね、ゲームがあまり得意ではないトミーも楽しいと言っておりましたが、キックフライト本当に楽しかったですよ。ぜひ皆さんも遊んでみてください。遊んでみてください。バイバイ。